さあモンハンばっかやってるみたいなセリフが聞こえましたが、そうですね、モンハンがちょっと前に出たんで、なんかモンハンにはまりすぎて本職のゲームがおろそかになってるプレイヤーが結構多いとかなんとか聞きますが、そうですね、僕はむしろあのモンハンが本職になりました。あらまあさあ行きましょう、勝者側1回戦のヒカル対チャタ。うん、戦場、戦場ですね。どうでしょう、あ、ヒカルチャタ、あ、逆にします。はい、さあ参りましょう。試合前にドラミングが見えたような気がするんですけど、さあ光ドンキー、このドンキー結構ね、火力の取り方というか、あの掴みの通し方がうまいんですね。一点読みにすごい長けてて、ドンキーの性能と噛み合っているプレイヤーと言えましょう。火力、さあ対するチャタ、実は超フルカブプレイヤーで、十何年か前からですね、デラックスの初期からやってるプレイヤーですね。大戦は退いてますが、今でもスマブラ界隈ですね、活躍しているプレイヤーというよりも、もう実況者としてとかの方が有名ですね。さあそんなシャタネスですが、予選は僕をギリギリまで追い詰めております。正直負けそうでした。さあドンキー、あと1回掴めばネスを倒せそうなパーセントですが、ネスもそう簡単には掴ませない。上、こいつら2人とも空中上が頭突きになってて、どっちも強いんですよね。あ、このゲーム頭は強いってのもありますからね。そうですね、基本頭を使う技は強いです。さあ掴んで上だから、あ、やってました。これがスピンコング39ダメージ痛すぎる。あ、これやがってないか、危ない。あ、ステージに恵まれました。あー、一点目が、これは帰れるのか帰れるのか帰れるのか、あら、冷静というか、ああ駆け上がり食う前にジャイアンツファンジャーを当てた。さあ1本目取ったのは光ドンキー。あ、リプレイお願いします。リプレイを、そうですよ、スマブラは頭を使って戦うゲームです。頭を使って直接頭でぶつけるゲームですね、うん、他にもマリオとかゲームウォッチが強いですね。ヒカル選手ここでなんとキーコーンを変えてくる。あ、なるほど、わかりました。彼はクッパを使おうとしてますね。2つ作ればいいのに。あ、あれか、あれか、ヒカルさんもしかして振動があったから消してるだけ。ああ、さあここでヒカルドンキーか、それとも勝ったからキャラを変えるのか。はい、いけます。はい、試合してまいります。いけます。ああ、ちょっとね、配信台に今週のね、今週というか新作のキャラがやってきちゃいましたね。はい、キュービーさんがいたので、おっと変わって、おっと曲を選んでくあ、別に大丈夫です。さあ終点化して試合開始。さあ、今回一気にクッパ強くなりましたからね。1本取ったのはヒカル選手です。さあ2本目、日本選手、ね、運命を分けるのかね、ネスが意地を見せてこのステージで勝ち星もぎ取ってくるのか。上げて、ああ頭当てていますね。頭ですね、クッパも頭ってとこありますからね。上京、あ、横スマッシュが何かになった。上京、これはああ上掴んで、おっと、起き上がり攻撃、強気ですね。あ、上京、また上京ですね。あれ、これちょっと危なかったんじゃないですかね、クッパ側。上京掴む、ネスは上がる、ね、クッパが強気になっていると、うおお、うん、あのね、当たっちゃうともうね、あのマツゴの、出たー、これやばい、あの、やばい、投げて頭をぶつけるタイプの技すべて強くなっております。さあ上京、あ、掴めない、また上げて、これは常に、おっと、普通だったら上方向の技を意識させるはずが、そこに横スマッシュを置いているね、強気の光選手。しかしですね、空中前がなんかどうにかしているので、クッパの判定といえどこう潰してくるところがあります。 PK3 打結構辛いんじゃないか、ずーたい大きいキャラ3打きついてないか、割れないですね。上がって空中ニュートラルを当てていく。今度は、あー、出た、あー、もうこのバックは甲羅の一撃、ね、絶対相殺しちゃいますからね。あ、掴んで、これは入るか、入りきるか、入りきらない、重いですね。
でも重量級のキャラこういう時に心が強い。さあ地上戦、地上戦はこれからの、いやあれかあれかあれか、あれじゃない横スマッシュ、やはり怖い。ドンキーと同じくクッパでも強気の技を上げて回避をまた見る。空中前また崖の戦い。しかしね、ネスの崖がちょっとね、ちょっとまだネスからも暴力が一瞬見えましたが、あーさすがに、さすがに星。あーしかしヒカル選手ここからあれね、無難に決めていきたい。なるべくメテオなどの大技は食らいたくないし、シールドブレイクも食らいたくない。上げて、上げて、つか、つか、つかまない。崖際、おっと。ヒカル選手、先ほどから強気の横スマッシュがいっぱい見えるが、通ったのは1回切り、上に上げて、回避を読まずにいきなりぶつけようとしたが、チャタ選手はずっと読み合い、読み合いじゃない、回避を続けている。チャタ選手のターン、空中戦。空中戦はどっちに分がある？あ、地上戦。ダッシュエイト。いけばやや打ちからの、からの、やはりこの距離が一番気まずい。あーあー、ワンチャン、ワンチャンあるのか。 PK フラッシュは、フラッシュはとりあえず尻切れトンボになったか。ここでこれはまずい、まずい状況だぞ。地上、おーっとつかめない。惜しい、実に惜しい。からの 崖の戦い、この状況が多い。右の崖、クッパ上からの地上戦発展して、先ほどから地上戦の読み合いが、ネス強いぞ、ネス強いぞ、ヒップドロップ。あー、ヒカル選手の神の一手が決まって、ヒカルクッパが、ヒカルクッパが、上に、まあ、勝者が進めました。まあ、チャタネスもまだ敗者が残っておりますので、勝者がトーナメントの配信を見るというのは実に、ね、こう夢と希望を感じられていいですね。ね、まだ負けても未来あるし、勝った方も未来があると。